そう遠くない未来、凶悪犯罪の増加に対し、政府は新たな司法システム、助審裁判を導入した。弁護士と検事の直接対決、わずか3日で判決を下す制度である。裁判所はいつも犯罪者の代表ですか。なるほど弁護士、もたもたされては。助審裁判を導入した意味がないじゃありませんか。私のやり方は法に触れるものではない。裁判長、こんな記録聞いてません。異議あり。異議あり。千尋さん、綾里って霊媒師の一族なんです。私見習いだからまだ思い通りにはいかないんですけど。これは被告人の確かな証拠だ。あの人そんなにすごいの？40年間無敗だって。ずっと前から追っていた事件があって、重要な証拠が手に入ったの。それをあなたに手伝ってほしいの。三剣玲二容疑者逮捕です。この事件と千尋さんの事件はつながってる。陰で操ってる奴がいる。こじつけだ。異議あり。かつてない法廷バトルが今幕を開ける。決定的な証拠です。この中の嘘を見破れ。逆転裁判。くらえ。